いどうもこんにちは、山本と申します。毎度大きに。本日はですね、ワザップに書き込まれた怪しい裏座を実際に試してみたあてやろうかなと思います。いや、このワザップって最初は誰でも自分にガラガラガラの中にさーっていうのが結構あるんですよ。なので今回ね、そのグエーっていうのをガッと集めまして、その裏技が本当にできるかどうか試していこうかなと思います。さあ、まずは金メダルの散歩にやってまいりました。黄金の植物に乗れる、今回は初投稿です。金目鯛美術館の黄金の植物に乗る方法を教えます。ボッチ様大歓迎。まあ一人でもできるってことかな。金目鯛美術館に行く、自陣の回転しているところに行く。その回転しているところの外側の壁の一番高いところを縫って潜って上がり、回転し始めたら黄金の植物に一番近づいたところで大ジャンプするその黄金の植物がどこにあるかを教えてくれ私本当に語彙力がなくて自分なりに頑張ったんですけど、分かってくれますか？ああ、もう大体分かりました。結果ありがとうございました。さようなら。いや、だからまずは黄金の植物がどこにあるかを探さなあかんねん。まあ、自陣の回転するやつってまあこれやんな。黄金の植物ってどれマジで分からん。黄金の植物ってどれ、もしかしてあれいや、黄金って言ったらもっとなんかキラキラのイメージあったけど、あの、まあ、なんか銅像みたいなやつ、こうやったら飛べるみたいな。乗れるこれや、多分植物、これイカちゃうの、ほらイカやん。黄金でもないし植物でもないやん。まあ確かにここ乗れへんもんな、普通。ワンちゃん乗れるかもしれない。ふっ、あー無理や、あく。いや、ちょっとね、思いつきまして、最後何、絵が描いてある場所、あそこにね、なんか飛び乗れるんちゃうかなと思いまして、まあ、それはね、どうやってやるかというと、カニタンクで、まあ、なんかジャンプする。まあ、カニタンクの終わり際って、ちょっとジャンプ力高まるんで、まあ、なんか前、街灯に乗るみたいなのもやったんですけど、行くよ。ほっ、あー、届かんなー、ギリ届かんなー。じゃあ、もう一回やってみよう。いや、さっきよりは明らかに高くなってる。うん。だけど、乗れなそうな感じやな、これ。うわ、これ乗れたらもう俺がワザップに書き込む思ってたのに。ふっ、あー、惜しい。もう一回やっていい。さあ、お次は広場にやってまいりました。バンカラスタジオに入る方法、バージョン 3.1.0 でもできる。まずバンカラ街に行きます。スリミ連合がいるところのピンクのポスターの左に人を探しますなんか特徴的な言い方やな。いなかったらロビー出入りする。ピンクのポスターの左に人がいたら、その人とスタジオの間で平面エナスタみたいにイカ状態でスタジオを人と行き来する。それでスタジオに入れたら成功、柵にめり込んだら失敗。右の囲っちゃう。結果タイト。いや、昔これでバンカラスタジオに入る裏とかあったんですけど、昔あったらできたっていうのが、まあちょっと通説やったんですよ。けどこれ見てください。これね、今回ね、バージョンこれ 3.10 なんですよ。これ上見てもらうのが分かるんですけど、で、これでもできるらしい。いやね、俺ね、一回もね、このバンカラスタジオ入れたことないんで、ちょっとその言葉を信じて、今回はちょっと入れるまで粘ってみようかなと思います。あ、いるね。ピンクのポスターの左にいるわ。この人とこの柵の間をこうやって行き来してたら、柵にめり込んだら失敗やと。で、成功した時は、このスタジオの中にスポーンと入っちゃうらしい。あ、来た。あー、ここまでは失敗なんや。あー、もっと奥まで行かなあかんねんな。来た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 。来た来た来た。あー、あかん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 。柵来てる、柵来てる。柵まで、もう一個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 、あー、あかんやん。あーうせやん。めっちゃ惜しかったんちゃう今の。あそこまですり抜けられたら、なんならジャンプとかで向こう側に入ることもできそうじゃん。暇やし質問募集するか。長い戦いになりそうや、これは。え？滋賀県のいいところ3つ？ない。あーズベンニャー。いや、あれで折り返したらあかんねん。だからめり込んだ瞬間にスタジオにスティックを倒し続けなあかんねんと。今これで U ターンしたから落ちたんよ、きっと。だから向こうに倒し続ける意識を持ってこの、バグに挑ましていたら、おおきたー、初めて入れたスタジオ、きたー。待って、これ待って、
よくある、ここ。あ、いいやいいやいいや、一旦ね、こう落ちる前にこれ撮影しとかな、ほらほら。来たー、入れたー。いや、夢やって、マジで。ほんま、うわ、近っ、近っ。ほら、不審者。なんかカンペ書いてある。まばなてまばなてって書いてあるんだけど。どういうカンペやねん、それ。なあ、プロデューサーさん。なあ。ほら、プロデューサーさん、俺もう透けちゃうよ、ほら。なあ。やばい、いける。いけるいけるいける。不審者やって、なあ。オッケー、任して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 。ほら、ええ写真撮るだ。ええやん、ちょ、もう一回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 。いいね、いい写真撮れた。最高やんな。すごい、めっちゃ床あんねんな、ここって。あ、裏まで結構床あんねん。うわ、すごいすごいすごい。裏もほら、すごいハリボテやん、これ。すごい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 。うわー、これどっから落ちんねやろ。落ちた、ややな、これ。落ちたない。もう帰りたない、俺もうここに住むわ。すごい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 。まだまだ全部透けてるけど床はあるって感じやな。キャラクターは当たれへんな、これな。うん。やっぱりさすがに奥行きすぎたら落ちる？いや、絶対落ちるやん、ここ。あれ、意外とあるのか。え、すげえすげえすげえ。どんだけあんの、これ。床。どこーここ。すごい。え、めっちゃ床あんねんけど。これね、いか、あー、これほら、ほら、頭、前パラーンになったでしょ？これ落ちるんですよ、ここ。うん。ってことは、ここまではいけると。なるほどね。すごい、こっちも。ほら、こっちもほら。さあ、お次はヒーローモードにやってまいりました。ジャンプができない。どうもおはようございます、またはこんにちは、またはこんばんは、または文字化けしとる。文字化けか、これ。なんか自分で売ってへんか、これ。ジャンプができない裏技を紹介します。条件1、スイッチを持っている。2、スプラトゥーン3を持っている。やり方はまず塩辛キャンプに行きます。次に驚きをまとう建築の美学と書いてあるところに行って、そこをクリアします。それで横のトラックみたいなやつの前に煽りがいると思いますので、黒いやつと煽りのののの間に突っ込みます。おのののか、おのののかぐらいの多い。そこでジャンプすると、過去今暇知らん、聞いてない。結果タイトルを見ろ。さて、まずはですね、驚きをまとう建築の美学を探します。あ、すぐあったわ。すぐありました。で、ここをクリアすると。よし、クリア。さあ、戻ってまいりました。すると、このトラックの前に、煽りがいると。うん。で、黒いやつと煽りの間に突っ込みます。そこでジャンプする。あ、黒いやつってこれ？これと煽りの間にこうやって突っ込んで、そこでジャンプしてもジャンプできないってこと言ってんの？ほんまに？いくよ。せーの。はい。できるやん。どういうこと？こう突っ込みながらってこと？こういうこと？え、普通にジャンプできるやん。あ！こっちや、裏側や、こっちや。表側じゃない、裏側の話や。ほら、ジャンプできへん。あ、人やとできんの、これ、イカでってことやな。イカでって書いとかな、これ、わからへんで。なあ、これ、濡れてたらどうなの。濡れてたら、あ、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんな、ちょっとごめん、あ、ちょっとごめん、あ、ちょっとごめん、あ、ごめん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 、あ、ごめんごめんごめん、あ、ごめん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 。あ、それでもできへんわ。はーん。なんやねん、この裏技。さあ、お次はマンタの散歩にやってまいりました。柱貫通。マンタマリア号自陣に一番近い大きな柱がありますよね。その大きな柱の金網の上でアオリイカをして、過去金網から落ちないように。わからなかったら YouTuber で検索、 YouTuber で検索しまかんやろ。R 余計やから。結果、柱貫通。え、どういうこと？まあ、これやろ。この柱に対して、金目の上でこうやって煽りかすると、柱に貫通できるってこと？いやいや、できるか、これ。けど、YouTuber で検索って言ってるから、もう YouTube にあるんかね。これもかかりそうやな。ちょっと質問もらってたやつ、何個か返すか。私の方が8つ年上なんですが、ヤンモちゃんって呼んでいい、勝手にしてくれ。いやけどね、意外とね、それぐらいの年齢の人多いんですよ。うちのなんかね、視聴者層っていうのは結構ね、自分より年上の人が多くて、これ意外なんですよね。これびっくりしてるんですけど、本当に。
これほんまに入れんの？ YouTuber で検索してみる？あったぞ！あったあったあった！でもね、ここでやるらしい。ここ。入れへんね。修正された？ 5 日前の動画や。修正されてへんやん、じゃあ。いや、これ、まだ成功してないですけど、先に言っときますよ。これ絶対試合でやらないでくださいね。普通のバトルでこれやってたらあかんよ。こんなことしても何も強ないから。頭おかしなるでもこれ。ほんまに。なあ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 。ワザップを選ぶときのコツ。まあ、ワザップに囲まれている裏技を選ぶときのコツってこと？いや、まずね、ファンが明らかに書いたなっていうやつは絶対に選ばへんのよ。お前から言ってんねんけど、ヤンモさんええとかさ、タグにヤンモって入ってたり、なんか、右の格好ちゃうとか言ってなんか書いてたりとか、そんなんいらんねん、別に。俺はナチュラルに、ただただワザップが好きで、ワザップに書き込んだ書き込みをさ、俺は採用したいわけ。朝はパン派ですか、ご飯派ですか、リンゴ派。ああ、うやん。いけいけ。でか。わーお。わーお。わーお。ティディディテ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 ィてぃ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 はぁ、無理やけよ、お前これ。なぁ。無理やけ。もう、無理やけ。もう赤、もう30分やってる。もう30分やってる。もう勘弁してくれ。勘弁してくれ。うん。YouTube で検索したらなんか出てくるから。うん、それ見といて。さあ、お次はロビンにやってまいりました。ガチャ紫以上確定？こんにちは。今回はガチャ紫以上確定の小技を紹介しようと思います。絶対ガセ。絶対ガセやねん。けど、やってみる。なんでやねんって話しないけど。条件、ボールドマーカーを持っていること。手順、1、ロビーのガチャの裏側に行く。2、次にボールドマーカーを持つ。3、そしたらカーリングボムを最大のところまで貯め、ボムを投げた瞬間にガチャの購入画面を開く。4、最後にボムが爆発した瞬間にガチャを購入する。結果、紫以上が出る。なるほど、このガチャの後ろでボールドマーカーに変える必要があると。ボールドマーカー持ってたっけ、俺。あ、持ってないよ、これ。買いに行かないといけない。絶対チケット無駄やん。なあ。これいいけどさ、別に。さあ、まずはガチャの裏側に行きます。ほんでここに来たらボールドマーカーに変えます。で戻る。でカーリングボムを最大まで貯めて、最大のところまで貯めて、ボムを投げた瞬間にガチャの購入画面を開きます。でボムがボンって爆発する瞬間にガチャを購入するってこと？難しいこと言うな。いくよ。ほい！これだ！あ、かわいい！紫！マジで？これガセじゃなかったかもしれん。うん。チョウザメ造船のロボットを言うても、そんなことはどうでもいいんですけど。ごめんごめん。もう一回やってみる。もう一回やってみる。紫出てしもうたな。これはガセちゃうかもしれん。ほんまに。さあ行くよ。ここでボールドに変えます。ほい！あ、ばあば消えた！ボールドに変えます。はい。うわー、勝てたー。嘘。この裏技ちょっとすごいかもしれん。みんなちょっともう一回やってみよう。はよ水色出ろ。金もったいない。はよ水色出ろ。紫やばい！やばい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 ！やばい！金がなくなる！あ、食べてる！やばい！なんやこれ！やばい！なんや！なんやこの裏技！怖い怖い怖い！ちょっと待って！怖いって！あー、水が出た！
ガセやったー、よかったしかもこのサザエめっちゃ高いやつじゃん、これ。じゃあもう記念に置いとこ、ほんなら。ワザップの残骸